皆さんこんにちは、渡辺製作所の渡辺でございます。今日は写真生計、お写真をやっている皆様のためにスクリューのこの3ゾーンの理論をお話ししたいと思います。まずよく出てくる言葉が L/D という言葉が出てくるんですけど、この L/D というのは基本的にこの溝の数、よく L/D いくつだ、いや20だよ、いや21だよとかっていう、こう話がよく現場で飛び交ってるんですけど、この L/D というのはこう溝の数を言います。こうレングスとダイアメーター、だいたい写生形でこの L/D というのはだいたい20から22、この L/D20 が要は20の溝があるスクリューが一般的に非常に多いんですけども、この20の中で樹脂を確保してここで溶油して混練して出すという動作がこの L/D20 の中で全て行われるわけですね。でもう一つ大切な専門用語として知っておいていただきたいのは圧縮比、コンプレッションレシオっていいます。圧縮比というのはどういうことかというと、特に射出成形機でよくこう皆さん混練効果だとか溶油効果だとかをこうお話しするときによく自社のスクリューは圧縮比が 2. いくつだとか 3. いくつだとかっていう話が出てくると思うんですけども、この圧縮比というのはどういうことかというと、要するにこの深さとこの深さ、供給部の深さとこの計量部の深さのこのギャップのことを言うんですね。すなわち要はこの山の頂点からこの谷底までの深さ割るこの計量部の山の頂点からこの谷底の深さを言います。例えばダイヤミーターが π40 のスクリューだとしたときに、例えばこの山の深さがこの供給部の山の深さがこの頂点からの深さがだいたい7ミリですよと、そしてここの計量部の山から谷までの深さが約3ミリありますよと、そうしたときに7割る3でだいたい 2.33 ぐらいになりますね。だいたい 2. いくつとか、大きくても 3.0、 要するにこの深さとこの深さのギャップが激しければ激しいほどこの数字が高くなる。だいたい世の中のスクリューでいくと平均はだいたい 2.5 ぐらいですね。これを圧縮比という呼び方をします。昨今は数字がこう非常に低い状況になってますね。例えば何十年前のナイロンと現在のナイロンというのは非常にこう溶油する要は熱エネルギーの量も変わってきてますし、そんなに圧縮をかけなくてもこう溶油していくように、ほぼほぼの樹脂になってます。昔と違いましてね、昔の20年30年前のスクリューというのは 2.8 とかありましたけども、ここまでの数字になるということはここが深くてここの出口が浅いというそういう理屈になりますから、たくさん蓄えても出る出口が非常に狭いという現象になります。そうしますとものすごく先端応力がたまってこう発熱していくわけですね。樹脂が通れない道をものすごい圧力でこう無理やりこう押されていくわけですから、ものすごくその先端発熱が起きてぐーっと温度上昇が起きてこう酸化していってこう焼け混沌につながっていくという、非常に射出成形では良くない現象になるものですから、だんだんこう樹脂のこの進化によってこうそういった高圧縮のスクリューというのはなくなっていきましたですね。だいたい今で言うと 2.33 とか 2.2 とか、世の中ナイロンが一番多いんですけども、ナイロンの特性をこう加味しながらいろいろ設計していきますと今は 1.6 とかね、非常に低いこのギャップということはここが浅くこの出口が深いという
かつてに比べると少ない量を確保してこう出口をスムーズに出すという、そうすることによってこう高くなる先端発熱を抑えようという作用が働く作りになってまいります。そういう時代の背景とともにだん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 こうスクリューのギャップというのが優しくなってまいりまして、樹脂に対してこうあんまりこう光線弾をかけなくてもいいような形になってきています。ではこのスクリューの本題の方に入っていきますけども、とこの3ゾーンの理論、まあ、今回は射出成形機を中心にお話をさせていただきたいと思います。世の中のこうスクリューを使われている機械、射出成形機、押し出し機、ブロー成形機、いろいろありますけども、その中のほぼほぼ 90% が射出成形機です。射出成形機の不良で一番多いのが、まあ、焼けコンタミという不良があるんですけどね、あと混練不足、あとはショートショットだとかシルバーが出るだとか気泡が出るだとか、そういったさまざまな成形不良があるんですけども、この約 85% から 90% がこのシリンダー内部、このスクリュー上で起きているということは皆さんあまり知られていない。そこで一番今回お話したいのはこのスクリューの基本中の基本、3ゾーン、スクリュー全体の長さでこのフィードゾーン、この供給部、これ約 50% ぐらいございます。要はここは深溝のところが 50% 続いて少しずつこう部屋が狭くなっていく、 50% で溜まった樹脂が非常に狭い部屋にこう無理くりこう突っ込んでいくわけですね。そしてこう溶けていく、そして最後この計量部といわれるところで一定の高圧でこう溶融してからここを回っていくわけですね。この3段階の工程を経てこの金型に送り込まれるわけです。これをスクリューの3ゾーンの理論というふうに我々はこう皆さんにご説明しているんですけども、本当にスクリューというのはこの3ゾーンの理論がないと成り立ちません。じゃあこの供給部フィードゾーンってこれどういう意味ですかと、まずはペレットがこう落ちてくるわけですね。だいたいこう軸のとこから二山ぐらいのとこに落ちるわけですね。まあここは冷却しております。そしてこの青いところはこれシリンダーの内側の線をこう示してますね。要はシリンダーの外側かについたヒーターから送られてくるこう熱エネルギーがもうホッパーのすぐ横からこうエネルギーをもらってるわけですね。要はホッパーのとこから落下してきたペレットがこうスクリューに落ちて、そして運ばれていくわけですけども、こうホッパーを過ぎるとすぐにこう熱がかかってまいります。ペレットというのは非常に良くてですね、非常に傘密度がこう非常に広いものですから、こう要は石ころがこういっぱい詰まっているようなものなんですね。ということは非常に隙間が多い、この隙間が多いということは何がいいかというと、それなりにこう空気がたくさんこう存在するわけですね。そしてこの空気の中には酸素と水分というものが必ずこう含まれてますから、その酸素水分を通してこのシリンダーからの熱をまた広く、そしてスクリューも加熱させるほどこう熱伝導率を司っていくわけです。要するにこの隙間隙間の酸素や水分が全体に熱を行き渡らせる働きをしてくれるものですから、こう非常にね遠いところからのヒーターでもしっかりと熱が全体にこう伝わっていくわけですね。まずペレットに熱が伝わったペレットがまた次のペレットをまた溶かしていく、その隙間で存在する熱がまた周辺のペレットを溶かしていくという形を得ながら、少しずつ当然スクリューも一定に温まり、そして溶けたものがくっついて、そしてこう運ばれていくわけですけども、このシリンダーの遠い遠いところからこうもらうこの熱をですね、しっかりとこの中まで、しかも奥まで全体にこうしっかりと均一に浸透させるためには、やはりこの空気の存在というのは欠かせないわけですね。これがペレットで隙間があるおかげで、その酸素と水分の
影響でしっかりと溶け始めていくわけです。そうしますとこの約スクリュー全体のこの 50% のこの長さを少しずつこう移動していくうちに徐々に徐々にこう樹脂というのは溶けてまいります。徐々に徐々にここら辺の一番この摩擦がかかるところからこの辺が一番摩擦かかりますから徐々に溶けていきます。そしてじゃあこれから圧縮部に差し掛かるところではもうほぼほぼ7、8割方こう樹脂は溶けているんですね。じゃあこれからが一番肝心でもうこれからが本当の過疎化が始まるわけです。スクリュー全体の 50% という非常にたくさんの量を確保した量の樹脂がですね一気にここに集中していくわけです。そうしますとこの狭い部屋に入り込んだ樹脂に猛烈なここにシェアがかかるわけですね。そしてハンドゲ状だった樹脂がここで完全に溶けるわけです。これを完全溶融そういう言い方をします。圧縮部の真ん中ぐらいのところで完全に溶かすためには 50% もの大きなボリュームでぐーっと押すことによって猛烈な力がかかって要は熱エネルギー以上の力が加わって完全に溶けていくわけです。完全溶融がしたらまずはここで過疎化の第一歩ですね。そしてここで完全に溶融して溶けた樹脂が狭くなっていく部屋を通りながらこう樹脂中にこう入ってきたここからずっと連れてきた空気要は水分だとか酸素をこう雑巾を絞るかのようにこう少しずつこうここで絞っていくわけですね。そうしますと計量とともにこう水分あと溶融した時に出るガスなんかをこう計量とともにホッパー側にこう逃がしていくという役割を果たしています。じゃあ圧縮部はじゃあどれだけの長さあるのかってよく皆さん聞かれるんですけどこの 50% に対して今ほぼほぼのスクリューが約 30% 結構長いんですね。かつて短いスクリューもありましてですねこう短いとですねかなりの急圧縮になっていくわけです。こう急圧縮ということはものすごいスピードで一気にエネルギーをもらうことになりますからもうこの完全溶融通り越してこう一気に酸化が進んでしまうんですね。そしてコンタミンにもいち早くこうなりやすいということでやっぱり緩やかな先端をかけていきましょうという目論みで約 30% の長さがもう今一般的になりましたですね。そして最後この計量部で混練をしていくという作業これが3ゾーンの理論でございます。圧縮部を超えて完全に溶かしてそしてこう計量部を通っていくわけですけどもこの計量部というのはじゃあどういう意味なのと混練する場所なんだけどもなぜ計量部っていう言い方をするんだろう。これは正規メーカーさん側からの視点でですねだいたい一定のこの体積の中で回転あたりどれだけこう量をね検知できるかということで計量部って言い方をしてるんですけどもこれはスクリューはスクリューでそれなりに専門的な意味があります。あくまでこの計量部という言い方はもう今一般的に皆さんこう計量部という言い方をしますからあえてこの計量部という言い方をしてますけども実際スクリューをこう開発している人たちとか我々だとか化学メーカーの人たちからするとここにはものすごく重要な意味があるんですね。この計量部という言い方と違った意味があります。じゃあここは何をするところなんだと実際スクリューとしてはですね大まかに言えば混練をする場所なんですね。そして例えば最近の樹脂ではガラス繊維が入ってたりとかマイカが入ってたりとかいろんなこう添加剤が入ってます。約 30% とか最近できますと PPS にガラス 40% とかが当たり前になってきました。非常にいろんなもう手強い添加剤がですねものすごく入っています。ただ漠然的にこう溶けただけではですね非常にこう比重の重たいこう添加剤がこう下がっていくわけですね。最後金型に送り込まれて金型が開いてこう商品が出てきた時に全体的にこの添加剤も拡散されてなくちゃいけません。ただガラス繊維だけではなくいろんな添加剤がこの樹脂というもののこのペレットの中には詰まっています。
これが全体的にこう拡散されていかないと、最終的に金型から取り出した商品がこう例えばガラスが偏ってたりだとかしてきますと完全に NG ですね。特にガラス繊維でいきますとこう比重が重たいですね。これが全体的に拡散させるためなきゃいけません。その拡散させるためには最後ここで混練をしていくわけです。ですから簡単に言うと、まあ、ここまでが溶融という作業であれば、ここからこっちはもう混練ですね。樹脂を混練、もっと細かく表現しますと、要するに中に入っている添加剤を全体的にバランスよく拡散させていくわけですから、例えば添加剤の拡散をする場所でもあり、そして例えばポリカーボネートなんかでだとかナイロンとかでもいろいろあの樹脂はあるんですけども、ただ溶けただけではもう分子構造からしてその樹脂の分子構造ではないわけですね。簡単に言いますと、それを一生懸命こうかき混ぜることによって化学反応をさせて、そしてあのその樹脂らしいあの分子構造にこう置き換えていかなきゃいけないわけですね。それをするためには混練が必要なわけです。例えばポリカーボネートなんていうのは最初溶けた時に乳白色なんですね。これを一生懸命混練することによって分子構造を均一にこう配列させる、そしてそういった分子構造にさせることによって光をまっすぐ通すようにこう透明化させていくという作業をここでしているわけですね。まあ、一般的にこう化学反応を起こしながらそういった分子構造にもなっていったりだとか、そういった樹脂が樹脂らしい形になっていく、まあ、中には一般的にはこうよくそういう言い方を重合なんていうね言い方言ってる方もいます。ですからあのここはたったねこれ引き算しますと 20% の範囲なんだけども、こういった混練をすることによってこれらの作業をしていくわけですね。そして初めてこう過疎化が終わったわけです。そして最後ここを通って射出して金型に送り込まれて商品ができるわけですね。じゃあここでも混練がねここでなされてるよ、まあ、添加剤の拡散だとかこう重合だとか、例えば色物であればここで混練することによって例えば白色のバージン剤に例えば黒いインクの入ったマスターバッチが入っているとここでしっかりと混練して真っ黒になるとか、そういった混練が行われるわけですね。でじゃあこの混練ただこう通ってるだけでどう混練されてるんだというふうに皆さん結構聞かれるんですね。こうしっかり混練してるんですね。ただこう溶けた樹脂がこう通っているわけだけではない、しっかりと混練しています。これをこれから説明します。じゃあどういうふうに混練してるんだと、ここに断面図をこう書いていきます。スクリューというのは要するにこの射出方向のに向いているこのこちらの R が大きな R、まあ、よく受け側って言いますけども、だいたい40倍クラスでいきますと R8 から R10 ぐらい設けてあるんですね。じゃあこちら側押し側って言いますけども、だいたい R2.5 から R4.0 ぐらいまでの幅があるんですけども、じゃあなぜこんなR になってるか、要はこの R の作用によってこう溶融された樹脂がこうぐるぐる回ります。この射出方向に向けて、要は計量してスクリューが下がっていくこう力とこう R の力によってこうぐる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 射出方向に回るんですね。そうすることによってしっかりと混練できます。例えば昔混練をしっかりさせようと思ってここら辺にパイナップルのようなトゲトゲの形状を刺したりだとかいろいろありますけども、このフルフライトのこの溝の中でしっかりと回ってくれますから、これが一番混練効果を生んでるわけですね。ですからこうただ通っていくだけではなくてこの R の作用によってこう
しっかりとぐるぐるぐる回すことによってこういった添加剤がこう拡散されていき、そして樹脂が樹脂らしいこう分子構造になっていくわけですね。たまにあのマスターバッチでこうインクでこうキューブブレンドこう色付けをする際に非常にあのしっかりと混練されてないような樹脂が出てきます。そういった時にはこの 20% は足りないんですね。そんな時はこうバリアフライトのようなもう一つの山を作って行ったり来たりさせてしっかりとこう混ぜているという効果がこう見込める、そういった形のスクリューもあります。ここまでが本当のこの射出成形のスクリューの基本中の基本、3ゾーンの理論の説明でした。